始まりましたポケモントーナメント救急カップモンスターボール。レベル50以下のポケモンで展開されるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここで雷パンチ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでウチロンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでカモネギの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで冷凍パンチ。効き目十分。あーっと熱くなって倒れてしまった。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここでサイコキです。おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでピクチュウの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあこの場面で大きなダメージ。おっとモノマネをしました。白熱したバトルが続いております。これはどうだ。よし。おっとダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでスリープの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しく当たった。さあこれはおっとあまり効いていない。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここで鋭い当たり。これで打撃攻撃に強くなりました。体力の差がついております。ここで雷パンチ。いい感じの当たり。あーっとダウン。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。バトルの指定に移って、ここでジューダースボルトだ。おっと、このポケモンではまずかったか。おっと、麻痺して動けません。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、ここでよし、おっと、ステムタックル。よし、ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで緑色の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここで地震攻撃。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。あっと、あっけなく倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでビリビナバの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。弱点をついた。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。戦う構えに入って、おっと、怪しい光だ。あーっと、混乱した。ここでサイコキです。おっと、このポケモンではまずかったか。両者とも大健闘です。両者向き合って、さあ、ここで効果は抜群だ。ここで混乱が解けたようです。いったー、逆転をついた。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでバタフリーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで冷凍ビーム。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでキュウコンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。さあ、これは、あーっと、混乱した。あーっと、混乱している。白熱したバトルが続いております。ここで回避率をアップです。ここで波乗りだ。
おっと、これは外れ。さあ、熱戦が続いております。まだまだステータスをアップします。これはどうだ。おっと、攻撃が外れた。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。自分のステータスアップに集中だ。激しい攻撃。おっと、当たりません。さあ、激しいバトルです。戦う構えに入って、さあ、ここで、おっと、これはいまいち。ここで混乱が解けたようです。いったー、逆転をついた。あっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合